ありがとうございます。ちょっと不思議なメンバーでございますが、そうですね、私が、埼玉が生んだ大スタービビる大木です。お願いします。私が足立区が生んだじゃない方アンジェマンズアルボンです。アルボン。私が西東京が生んだ超能力者サイキック元気です。よろしくお願いいたします。やっぱりこうチケット買ってでも聞きに行きたいと思ってもらえる話が俺たちにあるのかどうかだから。そうですね、そうですね、はい、そうじゃない、はい、この3人でねトークライブをやるとき一体何を話すのかっていうのがやはり、うん、テレビで聞くことがなかなかできない話とか、ちょっとテレビでは言いづらいけれどもそのライブではこれは言えるみたいな話も。確かにありますし、例えばどういう話があるの？いやもうそれはもうここで言ったらもうピーだらけになっちゃいます。そんなピー使うこと、ここで軽く一個言わないとさ、うん、あそういう話してくれるんだって、まあ、見てる人がさ、ダメです。この話は本当にダメです。我々のトークライブで気をつけたいのはあれですよ、別に暴露話をしたいとか、ね、誰かの悪口を言いたい、陰口を言いたいというのは一切なし。さんま御殿のアンケートに書いたトークが、はい、確かにやっぱこう打ち合わせでボツになるとかあるわけですよ。ありますあります、めちゃくちゃありますよ。そうか、なるほど。話し合いの結果を外されちゃったけど出した俺としてはそっち喋りたかったなとかがたまーにあるわけよ。ただ長すぎるんでちょっと今回はとかあるから、はい、そういうのをちゃんとなんか時間をもらって話すような場を作りたいなと。じゃあ本日はトークライブのタイトルをどうしようかと。なんかその不思議すぎる話とか、あのテレビでできない話ってどうでしょうみたいな話は安堵では出てたじゃないですか。そうですね。あとは座持ちする話とか、こう疲れて繋いでこう長い間聞いてる人は飽きさせない話ですよ。何がいいですか。じゃあそろそろ今日はお時間そこで感じないところでやめちゃうんですか。それだったらもう聞いてくれとかよろしいですか。ちょっと聞いてくれとか、おい聞いてくれ、その時のみんなのテンション頼むから聞いてくれとか、最後聞いてくれファイナルでしょ。聞いてくれファイナル。